ミズーリ州の軍配置図ミズーリ州の軍一覧は、アメリカ合衆国ミズーリ州内の軍の一覧である。ミズーリ州内には114の軍と一つの独立市がある。1803年のルイジアナ買収に続いて、1812年、ルイジアナが州に昇格すると、ミズーリ準州は最初の議会で5つの軍を設立した。その後設立された軍の大半はこれら5軍から、 分割されたものである。1836年のプラット買収で、州北西軍に領土が追加され、アンドリュー軍など6軍が追加された。水売り州では、軍レベルの政府が、市政府と州政府の中間に来る。軍政府の主要任務は道路を維持し、安全を確保し、犯罪を告発し、税を集めることである。選挙で選ばれる役人としては、保安官、検察官、 税評価官がいる。水売り州の軍の大半は政治家から軍名が取られている。現在のカス軍は当初マーティン・バンビューレン大統領にちなんでバンビューレン軍と名付けられていたが、1848年の大統領選挙で民主党のルイスカスがバンビューレンと競ったことでカス軍と改名された。その他の軍は戦争の英雄、自然の資源探検家、 元のアメリカ領土などにちなんで名付けられている。セントルイス市は独立市であり、軍の領域に入っていない。その住人は1876年にセントルイス軍からの離脱を投票で決めた。アメリカ合衆国でバージニア州以外の独立市はメリーランド州ボルティモア市、ネバダ州、カーソンシティ市とセントルイス市の3市のみである。 過表の人口は2010年国勢調査によっている。ミズーリ州全体の人口は598万8927人となり、2000年からは7.0%増加した。軍あたりの人口は5万2078人である。セントルイス軍が最大で98万8954人であり、最小はワース軍の2171人である。 軍あたりの面積は599平方マイルである。面積最大の軍は、テキサス軍で1179平方マイル。最小は、セントルイス市で61.9平方マイルである。下表は、アルファベット順である。ありがとうございます。